こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回ご紹介するのは私の動画で、前回前々回とイギリスの名門ブランドであるバブアのジャケットを紹介していったんですね。前々回はビデール SL のノンオイルドジャケット、そして前回はナイロンのキルティングジャケットを紹介していったんですが、今回は同じくバブアの第3弾としてキルティングコート、こちらを今回は、紹介していきたいというふうに思っています。私のその前回の動画でそのナイロンのねキルティングジャケットを紹介したんですけども、このタイプはあのジャケットよりも丈の長いいわゆるコートタイプになるんですね。今回こちらの紹介になります。前回の動画を見ていただいた方は今回私がこれを紹介する内容がほぼ内容が同じになるんですね。どういうことかというと、あのジャケットとこのコートのタイプというのは仕様はねほとんど一緒なんですよ。丈がミドルなのかロングなのかという差だけなんですね。ですから前回の動画を見ていただいた方は前回の動画とその内容が重複するのがあるんですよね。ぜひそこをご理解して今回の動画を見てほしいと思います。今回はこのキルティングコートの話になります。まずはこの表面の部分、この表面の部分はナイロン素材でできています。このナイロン素材にいわゆる中綿が入っているんですね。その中綿というのは科学的に開発されたポリエステル素材で作られています。その中綿を中に入れて、そしてこのキルティングというキルティングタイプになっています。このキルティングタイプというのはこの格子のように縫われているんですね。縫われているんですけども、これ何を意味するかというと、中に先ほど言ったそのポリエステルの中綿が入っているんですが、こういうふうにキルティングをしておかないと、長く長く愛用していったら、どうしてもその中綿が下の方にずれたりするので、それを防ぐために、より均一、いつまでも均一になるようにということで、こういうふうにキルティングタイプ、これ縫われているわけですね。こういうタイプになっています。そして、このコートの特徴はやはり襟元ですね。この襟元には温かみのある保温性のあるコーデュロイ素材を作られています。でこのコーデュロイ素材で、ね、直接この肌に当たるところに温かみのあるコーデュロイ素材、そしてここにポケットがあるんですけども、ポケット、ね、両方にポケットがあるんですが、このポケットの入り口にもこういうふうに、コーデュロイ素材が作られています。そして袖のところのこの入り口ですね、ここも、コーデュロイ素材が、作られていますね。そして後ろバックの方を見ていくと、ここにサイドベンツとあります。サイドベンツ、ここにスナップボタンがあるんですけども、このスナップボタンを外すとこういうふうに広がるようになってですね、広がるようになっていて、より動かしやすいように、体を動かしやすいように作ってあるのがこのタイプになります。そしてこのキルティングコートの特徴は、なんといっても軽いということですね。非常にその軽量化されています。そしてまた、これは保温性が高いということですね。まあ、保温性が高いというのは、例えばダウンとかありますけども、あのダウンよりもこのポリエステルというのはその非常にその保温性が高いと言われているんですね。それは今の時代、この時代に本当にその中のねポリエステルという化学繊維が研究に研究を重ねて開発が進んでいます。どんどんと進化をしているんですね。そういった意味ではそのダウンというのはその鳥の羽ですけども、あの鳥の羽よりも保温性があるようにということで研究し開発されたものがこのポリエステルが中に入っているということなんですね。ちょっと補足になりますけども、先ほどダウンよりも暖かいと言ったのは、ちょっとね、その説明が不十分だと思うんですけども、あのダウンというのはある程度の厚みがないと暖かく感じないんですよね。ですから厚みがあってね、その、まあ、例えば10万円も超えるようなダウンというのは当然暖かいですけども、あのいうふうに、そのダウンがいっぱい入っているものはもちろん保温性が高くて暖かい感じるんですけども、例えばこれなんかはそういうふうにねモコモコしてるタイプじゃないんですよ。先ほどのポリエステルの中綿がその厚みがあるのかってそうではない、逆にそんなに厚みがないタイプですよね。こういうふうに、そういうふうに例えばその同じ条件の時、例えばこういうふうなそんなにその厚みがないのに、その同じダウンとポリエステルと比べるとどうなのということで、それだったらポリエステル素材の方がね暖かいということです。あの、ね、10万円も20万円もするようなそのモコモコとしたダウンよりも暖かいかというその、ね、条件が違いますので、条件を同じにした場合にこういうポリエステルの中綿が暖かいですよということなんですね。このバブアのキルティングコートをまとめると、まずは軽いということですね。非常にその軽量化が進んでいるということで、非常にこう軽いですよね。そしてまた十分な、その保温力があるということです。そんなに生地はねモコモコとしたタイプではないんですけども、十分な保温性があるということ、そしてもう一つは今度はね価格なんですね。金額なんですけども、2万8000円に消費税ということで、3万800円、非常にそのお買い求めしやすい金額ではないかと思います。軽い、保温力がある、そして、金額が手頃だということ、これは3つの条件を満たしたのがこのキルティングコートになると思います。それでは実際に私がこれを試着をしてみてどういった雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいんですけども、今回またねそのコーディネートをね一緒に、紹介したいと思うんですね。このコートを着るときに、まずは
インナーに持ってくるのがこのマニュアルアルファベットのウール素材のバンドカラーシャツ、これをインナーに持っていきたいと思います。このタイプですね。このバンドカラーのシャツを持っていきたいと思います。そしてパンツですけども、パンツはこのベティスミスのチェック柄、チェック柄のこのパンツですね、これを今回は一緒に合わせてみようというふうに思っています。こういうチェック柄のパンツですよね。足元ですけども、足元はこのドクターマーチンの、そのサイドゴアブーツ、このホワイトステッチのサイドゴアブーツ、これを一緒に合わせてみたいというふうに思っています。いわゆるそのモノトーンスタイルっていう感じですね。あの、いろんな色を入れるんではなくて、もう本当にその黒、白、グレーのその3種類、3カラーだけでコーディネートをね、ちょっとしてみようと思います。このバブアのキルディングコードの詳しいことは、この動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。それでは実際に私がこれを着てみようと思います。私、身長168センチ、60キロの体型で、M サイズを着てみて、どういった雰囲気になるのか、それをぜひ見てほしいと思います。Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know. Don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.